まずは高坂が感謝を伝えます。感謝したい、はい、一番感謝したい人誰ですか？はい、森田ひかるちゃんです。おグランプリそれではこの機会に面と向かって森田に感謝を伝えてもらいましょう。さあ、それでは高坂、はい、森田に感謝の気持ち伝えてください。はい、あの時にひかるちゃんがそのキラちゃんに仲直りしなよって言ってくれなきゃ、もう今もキラちゃんと今もうずっと気まずいままだったんだろうなって思うと、本当にひかるちゃんには大感謝しなきゃなって思います。本当にありがとうございました。いい、素晴らしいですね。